爆発的な感染拡大が引き起こす。人手不足が医療現場に深刻な影響を及ぼしています。県内の病院からは医療崩壊を懸念する声が高まっています。カカズ記者のリポートです。病床としてはですね。あのコロナ診療だけじゃなくて、一般病床の方でですね。あの働けるスタッフが。 あの減っておりますので、まあそういったところで一般病棟としての逼迫が出ているというのが第六波今現在の特徴なのかなというふうに考えてます。富津市市の U.I. 医療センターです。16床確保している新型コロナ患者専用の病床は今日の時点で15床が埋まっています。今のところ重症の患者はいませんが感染が 徐々に高齢者ににシフトしつつあることに危機感を募らせます高齢者はです、ね、ワクチン効果も切れているということと、と基礎疾患をお持ちの方が増えてくる年齢でもありますので、そういったところにおいては、あのコロナに感染すると、ある程度あの重症化する、もしくはコロナ診療中にまた別の肺炎を合併したりとかあの、医療に必要な程度は増えてくる可能性は十分あるかなと思ってますので、そういった意味ではです、ね、あの病床をある程度、まあ、いわゆる占有するというかですね。 UI 医療センターでも感染したり濃厚接触者となったりしたことで仕事を休まざるを得ない職員が数十人に上っていて不急な手術を延期したりリモート診療を取り入れたりするなど一部の医療行為を制限して新型コロナに対応するスタッフを補っています。ののの職務もギ、ね、ギリギリのところでで診療を維持して,るっていいるう状況がありますので もう短期的にはなんとか踏まれるところではあるんですが、これが長期化してくると、ですねいわゆるフェーズが上がって、また病床を増やすニーズが出てきたとしても、問いとしてはですねおそらくあの県のフェーズに合わせた病床アップというのは、今現在のところ不可能かなというふうに思ってます。県内のの多くの医療機関が人手不足を理由に 救急診療などを制限しているため、患者の受け入れを求めて、他の地域から運ばれてくる事例も相次いでいます通常あの、この時期っていうのはです、ねまあ、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血とか、まあ、たださえあのベッドがあの埋まりやすい時期になっておりますので、まあ、その中で、まあ、コロナの収入もしなきゃいけないっていうところ適切なタイミングで適切な治療を受けることができない医療崩壊は、 目の前に迫っていますこれが長期化してくると、僕たちの,あの疲弊だけじゃなくて、ですね県民の健康そのものが、ですねあのおそらくあの維持できない状況も迎えてくる可能性がありますので、この数が進むと崩壊に近い、医療逼迫から崩壊に近い状況に迎えてくる可能性はゼロじゃないかなと思います。 医療従事者だけでなく社会基盤を支えるさまざまな業種が人手不足に陥ることが懸念されていて政府は現行で14日間とする濃厚接触者の自宅待機の期間を短縮することをきょうにも発表する見通しです。